スリーステレッシュアキダアナンピキペゴミちゃんピカー。はい、本日の企画は、ゴミちゃんのポケカー全て売ってみたい。マジ全ていくの？そう、私ポケカーをさ、2、3年前かな、うん、好きでめっちゃ集めてた時期あって、もう給料の大半をそれに費やすっていう生活をしてた時期があって、あの、うん、めっちゃあるんですよ。これなんかすごいよ。確かにそうやろうなっていう数がある。そういうのとか、え、これ全部高い、もしかして。わかる。え、多分ね、どうなんだろう、いくらすごい、すごい、かわいい。これ絶対高いやん。めっちゃかわいいか。25周年パックっていうのが出たの。めっちゃピカチュウ欲しい、欲しい、ピカチュウ欲しい、金ピカ全部高いみたいな感じ。いや別にね、金ピカでも高くないのよ。かわいい。あと未開封シュリンクボックスも未開封高く売れるよね。え、これ開けようや。開けたらいけない。開けたらダメ。めっちゃ下がる。でもさ、でももし、え、もしレア入ってたあれなんじゃないの、これより高く売れる。これね、確かになんちゃも入ってた気がする。クレワストで、え、出てない出てない出てない。いやいやいや、でも入ってる確率やばいから、ね、入ってないかもしんないから。台本が高いよ。いやいや、まあ、こっちはね、昔のだからこそコレクションしたい欲がある人が価値がある、価値がある。あ、そっか、今だと売ってないからってこと。そう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 、もうこういうの売ってないから。あ、クレマさんまだ買えるから。よく開けないで取っといたよね。ね、って開けなくなっちゃうよね。だからこのボックス3箱買ったのよ、うん、3箱買った時に2箱開けて1箱もう欲しいのないからいっかっていう。レア入ってるかもしんないわよね。そんな感じ。かわいい。わー、かわいい、ね、サンドめっちゃかわいい。レアが一番高い。あのね、このカード確かね、今7万とかまで上がってると思う。これ、でも確かにめっちゃかわいい。なんでさ、人間の方がさ、高い。かわいいから。なんか、女の子、幼女。幼女人気。なんかね、こんな感じでさ、ほら、同じスイ君でも違うのよ。うわぁ、キラキラしてる。そう、っていう感じでね、ちょっとね、同じキャラクターでも違うんですよ。これが一番高いらしい。やっぱ、あのね、斉藤直樹さんって私めっちゃ好きなんだけどさ、イラストレーターさん。ポケモンのね、カードめっちゃ書いてんだけど、この人が書いたカードめっちゃ高くなる。へぇー。かわいい。なんか、このシリーズかわいくない？この、これ。かわいい。この、バステルな感じやろ。そう。そう、なんかイラストレーターさんが推しだったりする。多分アキラが好きな系統の。私もそっち系好き。あ、これ2枚やるから1枚パクってもバレないから。あ、全然いいよ。全然いいよ。てか私あれだ、ノーマルはこれを2枚ずつコレクションしてるっていうだけなの。かわいい。やったー、もらっていいよ。かわいいよ。え、嬉しい。ゲット。見て見て、ナックラーゲットだぜー。なんかさ、イラストレーターさんによってさ、同じポケモンでも描き方全然違うよね。すごい。そう、だって欲しいよね。じゃあもうこのキラキラとじゃあそんなになんだ、値段としては。値段としては全然、あ、でもそもそもあの人たちこれはね全然売れないよ。このノーマルシリーズは売れないけど。あ、もう見るの。ただ可愛いから揃えてた。あ、可愛い。これとかめっちゃ可愛い、シェイミー見て。可愛い。超可愛い。映画あったよね、シェイミーの。超可愛い。なんか売れるカードは結構サポートだね。こういうサポート、女の子のサポートとか。みんな、そういうこと？みんな幼女が好きって。やっぱり。結局あの世界でも幼女が好き。だってさ、だってアロマのお姉さんとかも高くなる。あ、そうそう、それね。しかもやっぱ顔が可愛い子が観光客ですよ。さ、すごいよね。これ全部でももう保管しててもね、ちょっと売るぐらいなら全部売りたいと思うので。いいね。そう。なんかいいね、その全部っていうのがね。なんかちょっとの売れるのをさ、売るぐらいやったらなんか売りたくないんだよ。ヤンギラスかっこいい。こいつ言ってたら売れるからね。おむすび。なんかこいつ可愛すぎみたいに。好きそう。これあやの？かわいい。魔法やすそう。マイプ絶対好きでしょ。これあやのめっちゃプルプルしそうやん。この辺めっちゃ好きそう。これあやのやろ、パクロ。もういいよ。魔法イップさ、いろんなのもあるんだよ。バンギラスと、いろんな色。魔法イップでイエーイ。魔法ギラス。自分たちがさ、楽しんでるだけじゃん。もう楽しい。しかもなんか平和王がさ、ノーマルのカード見て、なんか、かわいい、欲しいっていう。すごい平和。新鮮やろ。画面少ないね。ここら辺欲しいって言われんだよ。なんか、楽しい。全く、こっちの方がかわいい。ただただイラストを楽しんでるっていう。かわいい。でも、ポケカってそういうことできるから。そうだよね。私もゲームしないけどさ、イラスト可愛くて、一時期ちょっとだけ集めてた。かわいいね。好きそう、好きそう。え、やばい、このドダンスどっちも欲しい。しかもこれね、めっちゃ可愛い、そのドダンス。気がする。あ、違った。え、欲しい、欲しい。あ、ほんといいよ。ドダンスめっちゃ好き。いいよ。イエーイ！あれ、こういう企画だっけ？え、これ実際さ、
いくら10円もしないんじゃない。えじゃあ1円払います。これゴミちゃん、でも本当に1円ぐらいだと思うよ。ダメスリットだよ。こんなに可愛いのに、ね、本当に、うん、絵が可愛いからコレクションしてたのよ。だったら私たちは100円以上の価値を見出して交換するよ。いや私のおすすめはこちらですよ。ここのね、うわこの人が可愛い可愛い可愛い。見てこれハート、ハートのめっちゃ可愛い。ハート柄に光るのこのカード。本当だ、キラキラが。本当だ、ハートだ。キラキラが、ね、かわいい。めっちゃかわいい。すごい。なんかね、たまにね、こういうレアな感じが出るんですよ。高いの？いやでもこれなんだろうね。ハートなのにレアじゃないのよ、そんなに。ね。そう、あとこれほら、カツラシリーズだ、これ。これね、絶対キューラなのよ。キューラって言って。あー。ほら、うわー！あー、レアそう。この、昔のポケモン、今はこれやもんね。うん、そう。ね、こういうやつとかもねあって、あと昔のはさ、これ人影もさ顔が違うよ、特にほら、うん、ちょっとね、ほんとだ、お見てかわいい、欲しいそれ。かわいいそうだね、今日やるやん、かわいい、もらおう。おー、まあまあまあ、確かに手放すぐらいならあげた人にあげて大事にしてもらった方がいいかもしれないな、こういうね。うれ、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、欲しい、パクロン、あれパクロン、おい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 、これさ、これさ、うん、500円以下だったら500円で買いたい。500円、いくらなんだろうね、うちも分かんないんだよね。めっちゃ欲しい。悪いシリーズ、悪いデザート、悪いシリーズ知ってる。こういうさ、たまにこちょっとさ、ほらなんかこういう、あ、リザードンめっちゃ好き、かわいい、めっちゃかわいい、リザードンかっこいいな。リザードンマジかわいいよねっていうね、出てるんですけど、最初のさ、かわいい、あと、ほら、こっちめっちゃもかわいい、キラ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 、光り方が違うの、かわいい。やっぱさ、なんかさ、初期のさ、なんか御三家って懐かしさもあってマジで可愛いよ。わかる。そうなのよ。こう見たらさ、めちゃくちゃポケモンって多いよね。種類あるな。とか好きそう。ロコン。ロコンじゃん。このロコンめっちゃ可愛い。可愛いよ。レトロだね。可愛い。これ可愛いよ。これ持って帰らないの？え、いいの？いいよ。これ彼しかも着れない。これ持って帰れない。めっちゃ可愛い。え、いいの？本当に。これ売れるやろ絶対。嬉しい。超可愛い。でもさ、身近な人が大事に持ってくれてる方がなんか大事ですよ。ラミネートするわ。ラミネートしてもらう。こっちもある。え、欲しい。超可愛い。これじゃもらっていい？いいよ。可愛い。なんかこれもさ、ちょっと変わってるじゃん。この今のポケカではない柄というか。レトロなのめっちゃ可愛い、やっぱ。私めっちゃラティアス欲しないけど、ラティアスラティアス欲しい。あ、いいよ。マジ？いいよ。これちゃんと後でお金払います。個人的にうちおすすめのこの9個、この9個のこのさ、この光具合がめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ほら、青光りしてんのよ。めっちゃかっこいい。かっこいい。こういうのとかもあるんですよ。え、待って、ミニリュウもらっていい？いいよ。え、待って、超かわいい。ミニリュウ。かわいい。あと見て、この、この9個。かわいい。わかわいい、かわいい、超かわいい、ここめっちゃかわいい、かっこいいね。これレギュレーションって言ってさ、ほらこれ昔のやつとかはね、これほら A とかや、今とかは何になってんのかな、 F までいってる。へえ、なんかあるよね、ここからここまでもう使えませんみたいな。 A とかで昔なの。イラストがかわいいね、めっちゃかわいい。イラストかわいい。ピカチュウとかいる？いる。えぇ、これさすがになんか持ってた方がいいんじゃない。超欲しい。ね、かわいいよ。ごめん、欲しい。うん、いや、もうカードケース買うわ。ウェンディーなんかめっちゃかっこいいよね。ウェンディーもめっちゃかっこいい。え、いらないガーディー欲しい。え、てか全部もう売っちゃうから。マジ？もらって。私が買います。私も買います。買います。かわいい。カツラのガーディーゲットした。ウェンディーはいいの？なんかやっぱ昔のやつってめっちゃかわいいな。そう、てか昔のやっぱかわいいんだよ。え、だってこのガーディーも欲しい。かわいいね。ちょっと待って、このガーディーもかわいい。ガーディーかわいすぎる。同じポケモンでも全然違うのが、なんかいいのよ。これ、あとでゴミちゃんに2000円払います。いや、払いすぎやろ、絶対それ払いすぎ。うわー、ケッキーかよ。かわいいの、つい、あやむんちゃん。誰がやねん。まあでもマナフィーとかある。待って、ケッキングってあやのにそっくりじゃん。あやのめっちゃあやのなんだけど。あやは野生のケッキングだ。怠ける。これ超可愛くない？私個人的に好きなのこれ。うわ、めっちゃかっこいい。その海洋が。かっこよくない？かっこいい。キラキラ。かっこいいんですよ。
はい、ということで、まあ、ポケがね、こんたくさんあるので、まあ、全部売って、まあ、総額いくらになるのかっていうのを、まあ、当てつつね、やって、全部売りに行こうかと思いまーす。当てたら焼肉。そう、当てたら焼肉、ね。誤差1万。誤差5000。誤差5000までで、まあ、当てた人に焼肉は私がおごります、お金で。じゃあ。はい。いくら予想？うちは、10いかないかもしれないなって思ってる。私も思って9万。私は9万。95,000円にします。でも結構長く払ってきたから願いを込めて10万。私は11万。マジ？ここさ長すぎやん。じゃあ14万。14ということで、誰か当たるといいなということで、売りに行きましょう。レッツゴー。はい、カードショップ、これカード秋葉行きましょう。よいしょ。あね、めっちゃ重すぎて、これ何キロあるの？ちょっとお米より重い。本当にすごいねんけど、金額書いてるんだけど。そう、書いてるよ。多分さっきもらったやつ入ってないけど。え、全然入ってそう。あ、なんか見たことあるやつか。全然入ってそうやと思う。600円ぐらいしか渡してないんだけど。いやでもいいよ。なんか2000円とか見えるんやけど。いやでもさ、大事に取っておいてくれる友達が言うけど、カード嬉しいから。本当？それも4つ。なんかこれさっきあげてへんかった？これあげた気がする。ちょっと待って、4000円するよ。あげた気がする。本当に見て。え、待って、これ待って、10万いくんじゃない？え、結構いくかもしれない。いくかも。割とさ、え、だって待って、え、ちょっと見てみよう、うちの3歳で。あ、待って、これ持ってる。メロン売るやろ。これいくら？これ3500。おー、すごい。メロン売る。あと、あとなんかあるかな。でもね、本当にすごいやつは2万円とか。そうなの。すごい。20万。やばいやろ。え、待ってほら、え、5万だ。7かと思った。5万。まあ、でも5万。120万。え、こんなたった紙切れ120。そうだよ。いかに綺麗に保管しておくかっていうのが、私も昔から集めればよかった。大事なんですよ。まあでも、あ、ミントも持ってる。4000円らしい。ええ。これもありますからね。1枚120万っていうのが信じられないってさ。するのよ。結構するんですよ。やばいね、これ。あとはね、なんか持ってるのあるかな。どうかな、売れるといいけど。逆にノーベルとかはもう30円とかそういう感じだよね。うん、そうすね、皆さん。5万円のカード持ってんの今。そう、でも5万円があるっていうのは結構でかくない？あと未開封シュリンクがあるから、それもある程度はつくんだ。ちょびくじゃない？行くかな。うわ、ちょっと行くといいなって感じです。で、これなんかカードとか全部なんか出さなきゃいけないんですよ。だからちょっと買い取り準備代。行ったことあるの？ないないない。あ、ないんだ。でもね、人のさ、YouTube でさ、よく見てたのね。そう、ちょっといくらになるのかみたいな。ちょっと手伝おうかな、じゃあ。こういうのね、全部。うわ、すごい量いきそうだね。うわ、出していこうと思います。こんな感じでね。これほら見て、同じカードだけどこんだけあるんだよ。これ何か集めてる、信じられないくらいでしょ。ほら、これ進化のお香って、これ進化のお香使ったことあるよ。あ、使ったことある。うん。おお。クイックボールがあるよ。なんでこんな、え、だから同じのが何回も出てくるの？あのね、1個のデッキ作るのに4枚まで入れれるから、たくさんね、持ってるのよ。ちょっと光ってんのとさ、ガチノーマルって付近が一緒なの？え、多分変わる変わる。おー、ちょっと多少は変わる。じゃあちょっと光ってる方がまだいいんだね。で、あの、はい、あの、あなた中途ありますかね。あの、これをこれで 2時間ぐらいかからん。お願いします。で、ちょっとあの、角はね、ちょっと気をつけながら、おい、取り出してくれと。あれやね、気づいたらあかんねんね。そうじゃあ、ソーロットやります。ごめんなさい。ごめんなさい。いいよ。やばい。あのポケパの重大さ分かってなくて今雑になったっす。でもやっぱりあれやね、トレーナーの方が高いよね。そう。私は100万円があることにびっくりしてんねんけど。これ？え？もしさ、これ100万円が当たったとしたらさ、え、100万を使ってるこれ？100万円使ってない。使ってない。あ、じゃあめっちゃいいってことね。そうよ。取り出すのにもなんか何1時間かかってないもん。あの、終わったー。お疲れ様です。すげえよ、でも、もうすごい量あるよ。え、これ、え、ね、本当に2年前
け2年前にずっと集めてただけ。え、そうだよ。なんかもう10年以上集めてたような枚数があります。あとのこの憧れのプロモカードもあるんでね。うわー、それ開いたら価値が下がるんだよね。そう、開いたら価値が下がる。ポチャマプロも、ポチャマプロも、あとはこういうのとか、あとこういうのとかね。垂らすならここの上だよ。うん。ああ、ちょっと。よし、これでさせていくらになるのか出していこうと思います。ああ、やばそう。はい、査定が終わったらしいので、今から合計の買取金額聞きに行こうと思います。緊張する。あ、緊張する。査定金額はい、こちら。おお、はい。はい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 、合計金額が、はい、はい、枚数の合計が、まあ、197枚、はい、197枚、すごい、はい、お値段がつかないものが、あ、はいはいはい、ございましたので、はい、一応傷ありでお値段つかないものだとか、あと元々のお値段がついてないノーマルとかで、はい、すごい、一応こちら、はい、インテリオン6000円もしたんですか。すごー、嬉しい。あ、ブルーのダンスは傷あったんだ。そうですよね。そうなんだ。綺麗なものは結構高いですけど、ダメージで勉強して、あ、ダメージあったんだ。そっか、わかりました。あと、こちらがあのボックスです。未開封ボックスの、あ、未開封、はい、1万円ずつ、はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい、お願いします。はい、買取査定受け取ってきました。全部あの売ってきました。もう1枚残らず。どうだったの。売った枚数が195枚だったね。もうやったね。めちゃくちゃな枚数ありました。で、うちがさ高額だって言ってた、うん、あので、ここのお店は5万買取かな、いいところでは7万ぐらい買い取ってくれるところあったんだけど、でそこで見てもらいました、そのカード実は傷があったと言われ2万5000円です。あら、傷があった、傷があれで、傷ありだから7、傷ないやろあれ、2万5000円買取でした。で、まあでもちょこちょことね、まあ、売れるカードちょこ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 持っておりました。ほう、さあ、予想がまず14万、9万、11万、10万で、5000円以下の差額なら焼肉がおごりますっていうあれでしたね。ピカチュウの V ユニオンとかあったじゃん、あの4枚で1人のやつとか、あのいろんな柄のピカチュウ、いろんなイラストレーターさんが描いたピカチュウとか、あれは500円とか、だったら買い取ったよ私。マジかよ、マジかよ。待って、なんで2万5000円のあれ綺麗だったわ。で、その代わりもカリンの終電とかその女性サポートとかが6000円とか、うん、あとメロンが3500買い取りだったかな、うんうん、とか。でもあとはまあ基本的にもう SR だけど価格つかないやつはもう100円とか。だったら買い取ったよ。ノーマルほぼチャラ。だったら買い取ったよ。ノーマルほぼチャラ。だったら買い取ったよ。これ取れないわ。ちょっともう一回、ちょっと返してもらってこいよ。返してもらってこいよ。もったいもやもやするよね。ちょっと待って、14万絶対買えんやんか。返してもらってこいよ。マジで。いやでもなんか、分かった。企画変更しよう。ちょっと点々と回って一番高いとこで売る企画しようよ。いやなんでやねん。だってもう私はもう持っててもね、ほこりかぶせなくて。ちょっと泣きそうじゃねえかよ。だってお前、ちょっと泣きそうじゃんか。肌なら持って帰ってきてよ。本当に。いやでも、あのね、もう家に置いといても。いや、じゃあ私たちが買い取ったよ。私たちが買い取ったよ。なんで後ろが必死な。欲しかったよ。だけで全然欲しいカードいっぱいあったよ。言ってよ。嘘、信じらんないわ。信じらんないわ。言ってなぜかこっちの方がガチ勢でした。大事な金額だよ。査定金額は、査定金額いきますよ。やばい、下から行こう。下から行く。下、30 330 5330、おう、95330以上でございました。じゃーん、マジ
9万円って言ったよ。で、330? え、そこはやんないって言ったじゃん。でも9万は言ったの、5000円かって言ったっけ。ちょっと待って、なんであれ2万5000円なの。あれが5万なら11万になってたよ。10万いってた、許せない。330円オーバーなのか。そう、傷つけんなよ、あのカード。いやいや、傷結構ないと思ってたんだけど、でも意外なんか傷ありだったらしい。傷あったら、私が11万だったのに。いや、もうちょっと高いとこもあろう。まあ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 、ありそう。そして私の焼肉を確定させます。あー、9万9万5000円って言っとけばよかったわ。あの9万、私は9万5000円にします。9万5000円って言っとけばよかったわ。あのポケカ売る時のコツではあるんだけど、今回もうね、もうめんどくさいのもあって、もう全部バンってまとめて売ったんだけど、もったいない。メルカリとかなんか絶対よかったやろ。そう、そう、高いカードだけ お店を回るってことが結構おすすめかも。あの今回はもう全部売り切りたかった、もう全部手放したかったので全部売りました。まあまあまあ、収入にしてはいいんじゃない。でもさ、でもさ、あの1枚で2万5000円だったんでしょ。 その他でもやっぱ結構いってたんだね。そうだって、2万5000円これやん、ってことは 1,2,3,4,5,6,7万円分他のカードが補ってる、うん、すごいすごいわ、これ結構すごいよ。だからポケカってほんとすごいね。そう、うん、ゴミちゃん的にさ、これ以上は使ったと思う。ポケモン余裕だよ。そうや、だって余裕で使ってた。さっきあれで1万って言ってたで。1万は使って、あれあれ1泊1泊で1万って言ってなかったっけ。1泊、あ、それはボックスが売りにはだいたい1万ちょっと、1万2000円とかで売れるよって。え、いくらくらい使ったの。ほぼ10万円ってポケカで。え、覚えてないけど、感覚50円ぐらいは使ってんじゃない。おー、すげえ。まあでもちょっと確かに50使って、あ、いっぱい趣味で遊んで、うん、10万円弱戻ってくるってなったらめっちゃいいかもね。そうやろ、うん、そうなのよ、そうなの。だから結構なんか、あ、カードコレクトって結構いい趣味だな、ね、今さ、結構 YouTuber の人とかもさ、株を買うよりはさ、うん、なんかあの遊戯王のカードとかさ、あーね、もはや資産になるね。資産になる、うん、だから持っとけば持っとくほどずっと高くなるみたいな。え、じゃあいいの、私のラブ&ベリーのカードもいつか売れますか。ラブ&ベリー売れんの。いや、売るならラブベリーは今でしょ。今売れなかったら終わりだよ。流行ってんの。あんないっぱい厳重にあって傷ってつくんだね。いやでも元からついてたりもすると思うけどね、正直ね。おー、なるほどね。そうね、元からついてたりもする、うん、開封するときみたいな、うん、なんか、だって横、だってさ、その私もさ、カードって基本的にレアなのが出たらもうその場でスリーブに入れるの、うん、そうだよね。で、そういう高いやつはその場でスリーブ入れた状態が上からスリーブかけたりしてて保管して、うん、それでも傷ありって言われるから、うん、やっぱもうなんか生産過程多分ついてる、元からな気がする、正直。確かに、まあ、でも遊ぶためのものだからさ、正直カードゲームって、うん、だからまあそんなもんですよ。まあそうだよね、保管して売るためのものではないから、ね、そうなんだよ、そう、確かに。でも遊べたんだったら全然良いと思う、うん、それで9万、10万買いよかったねー、おめでとう。ボーナス、ボーナス、臨時ボーナス、これで、ね、まあ、引っ越し資金にちょっと当て、ね、引っ越しのね、お金の返済に当てようかと思います。おめでたい、やった。ちょっとまたね、なんかこういう企画、みんな誰かなんか趣味のなんか物売るとか、ね、いつかやろう、やりたいね。アキラのブランド品全部売ろう。あ、やってみよう。多分1000万ぐらいいくと思います。そんないかないだよ。いやいや、ブランド物こそ値打ちじゃない。値打ちすごいよね、家建てですよ、うん、車のさ、中古車みたいな感じだよね。ベンツとかもさ、中古になったらめっちゃ。そうなの、うん、だって買ってすぐ売っても半値とかになっちゃう。確かに、あの、なんかさ、うん、あのポケカとかってさ、あの時間が経てば経つほどめっちゃ上がるやつあるじゃん。ブランド品ってもう下がるしかないからね。ロレックスだな、ロレックスの、まあ、時計だね、時計ね、うん、確かに、時計だね、買うとこからまさかの買うとこから、それなんじゃあ買えるようにビッグになりたい、してください。お願いします。ビッグになりたいです。なりましょう。ということで、たまにこういうね、趣味動画とかもね、ね、やっていきたいね。やりましょう、やりましょう。ということで、本日の動画が良かったと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録までよろしくお願いします。また明日も見てね。バイバーイ。バイバーイ。ゆきちふるだー。僕は救うよ。